朝の8時なんですけども、これから、仕事前に、自分の仕事をしていきます。いつもこんな感じで、プレミアプロっていうですね、あの有料の結構プロ向けの動画編集ソフトに最近変えて、作ってます。もう全然できないことばっかりなので大変ですけども、まあ個人的にはすごいその簡単な編集でなるべく早くですね、なので、10時から仕事、会社の仕事が始まるので、それまであの時間があるので、まあ2時間ぐらいでパパーッと仕上げるっていう感じです。もう動画撮り終えてる時はだいぶ楽なんですけど、撮ってない場合って結構ですね、大変だったりします。こんな感じで朝スタートします。まあコーヒーを飲んで、一作業終えてから朝ごはん食べるって感じです。作業していって、今動画が完成しました。こんな感じになってます。まあこの細かさ見てわかる通りですけど、ね、とかそのあーとかって表現が私は結構多いので、それをなるべく少なくして、皆さんに聞こえやすいようにっていうのをですね、心がけているというところですね。これでだいたい1時間半ぐらい作業しました。だいぶ早くはなってきてるんですけども、基本この X と C のみでガタ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 やってくるって感じです。今9時50分になって、まあ仕事が10時からなんですけど、ちょっと早めにやるようにしてます。まあいろいろ、今日の計画とかもあるので、で、まあ仕事用はパソコン違うので、切り替えてやってるってところですね。まだまだ新卒で1年目なので全然慣れないですけど、10時に会社始まって7時までしっかりですね仕事をしていくっていう感じになります。今7時15分なんですけども、今仕事が終わりました。この後仕事終わってからも、今やってる会社員の方の仕事の勉強もちょっとやったりすることも最近多いですね。流れは早いので自分自身で取っていかないといけない部分っていうのもありますから、なるべく一人でやれる部分はやっていくっていうところもあります。はい、夕ご飯になります。夕ご飯は玄米ご飯と、週末に作り置きしている、スープになります。ほうれん草と牛肉が主に入っている、スープになります。もうこれ食べて不健康になる人がいたら本当に教えてほしいぐらいですけども、まあこんな感じで一人暮らしなので、もう本当自分の食べるためというかこだわり持ってないんですけども、栄養をしっかりとれて、健康になれるといったもの、を考えてます。普段の動画の撮影なんですけども、こんな感じで撮っております。最近はですね、このライトを使ってなるべく明るくする感じですね。顔とか明るくして、でこの GoPro でいつも撮ってる感じになります。はい、ちょっと仕事終わりにランニングしに来ました。どうしてもデスクワークだと体が凝ってしまうので、ちょっとこう外に出てトレーニングをして、それからまた動画編集の方に戻るという感じです。背景を透過したりとかします。こんな感じで抜いて作っていくって感じですね。これがですね、今動画の管理の画面なんですけども、アップロードして、で自分で、キャッチコピーとか考えていく感じになります。どうやった検索で見つけ安くなるかとかっていうのはしっかり考えて載せてるところですね。結構最後まで手は抜けないところかなっていうふうに思ってます。でこれで、最後保存していってらっしゃいっていうところですね。寝る前にはですね、いつも日記を書くようにしてます。15年日記書いてますね。大体登山と同じぐらいの年数なんですけど、日記を書いて今日何やったかなとか、今日振り返りをですね、必ず自分でするようにしてます。まあこういう小さなことですね、していくと意外と自分が今日どういう風な生き方だったかなっていうのは、考えられるので、割と人生充実するかなと思ってるんですけども、
もしよかったらやってみてください。少しでもですね、自分のこの行いっていうのが皆さんをですね、喜ばせることにつながればいいなというふうに思ってます。まあ、全然山に行けない日々でも楽しくやれている部分はあるかなと思ってます。ぜひともですね、今後とも応援していただけるととっても嬉しいです。本日もありがとうございました。お気をつけていってらっしゃい。おやすみなさい。